こんにちは、みやこ和のサロンの和子です。今日は華道基本の木、菊の三本池のお話です。今日は花の選び方から花の長さについてのお話をします。実際に3本きれいに入った花をご覧ください。美しい花形には段差があり角度があります。左は正面から見た様子で、右は真横から見た様子です。前に随分と傾斜している様子が分かっていただけるかと思います。花の長さは経験によって花と花瓶の側面の計算で割り出していきます。花の形には右花と左花があります。一番長い天の花が中心よりどちらに傾くかということで、右花と左花を呼び分けています。一番高い天の花が右に傾けば右花、左に傾けば左花です。右花を基準に花形を学んでいきます。花の分量と花瓶のお話についてはこちらをご覧ください。花を選ぶ選び方や使う花の長さについてのお話はこちらでしています。花の選び方の基準や花の長さを割り出す過程については別の動画でお話をさせていただいています。3本の花形の呼び方や位置などはこの動画でお話ししています。今日は実際に入れる過程を見ていただきます。はじめは陣の花からです。長さを決めて角度を出していきます。はじめに入れる陣の花にはすべての花の重みがかかってきます。天の次に良い花を選びます。狙いは左肩です。陣、天、地の順に入れていきます。天の花は花の中で一番良い花を用います。長さも一番長くなります。地の花は天の横に添えます。3本の花形の中では、地が一番短いです。花瓶の側面と花瓶の縁にある花の茎の重なりの視点を意識して入れます。正面から花形を作る様子を見ていただいてきましたが、はじめに少しご紹介したように、実は横から見るとこんなに傾斜が出ます。華道とは 3D の
美の造形です。華道を学ぶと何が変わるのか、どのようなことが学べるのか、というのは、こちらの動画でお話をしています。見てみてください。花形が 3D だというお話をしましたので、全体をぐるりと見渡してみましょう。正面からだけではわかりづらい立体の感じがつかめていただけるかと思います。伝承された花形を再現することにより、花の美の比率を用いて造形として一番美しい形で花を室内に取り入れているのです。花の命を摘み取り室内に持ち込むのですから、その命を最大限美しくというのが華道の心です。出来上がった花形を上から見てみます。花の茎は扇の要のように重なり合うように入れます。茎の切り口は花瓶に沿い、花の茎が支点になることによって、花の重みで花形ができるのです。華道では美しいバランスを見極める目を養います。理想のバランスを再現する技、それが華道です。立体造形である花形は様々な計算と技術によって再現されます。花によって最適な技術を使い分けます。同じ種類の花でも花付きや枝ぶりは毎回違います。実践が何より大切です。何度もやってみることが上達の近道です。枝や花瓶、花材、位置、種類など変化に対応する技術力を養います。オンラインでもお教えします。お問い合わせください。いかがでしたでしょうか。これからも華道のいろはをアップしていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。